マルクス・テレンティウス・ウアロは、共和制ローマ期の学者、著作家、政治家である。レアテのウアロとも称される。レアテもしくはその近郊で生まれた。家は、エク・イテス階級と考えられ、ウアロの老年まで、レアテ近郊の、おそらくリッパゾッティレコ近くに広い農場を所有していた。ウアロは、ローマの言語学者、ルキウス・アエリウス・スティロ・プライコニヌスの下で、後には、 アテナイのアカデミアの哲学者アスカロンのアンティオコスの元で勉強した。政治的にはグナエウス・ポンペウスを支持し、5民間、クアエストル・アエディリスを経た後、プラエトルの職に就いた。また、ガイウス・ユリウス・カイサルが執政官を務めていた。紀元前59年にはカプラ及びカンパニア再植民計画を実行する20人の委員の一人となった。 紀元前49年からのローマ内戦では、ポンペウスら元老院派に組みして、ルキウス・アフラニウスやマルクス・ペトレウスと共に、ヒスパニアの元老院派軍を率いて、カエサル軍に抵抗したが、イレルダの戦いで敗北、ウアロは元老院派の本軍が駐留していたギリシャへと逃れた。紀元前48年8月のファルサルスの戦いでは、元老院派の平坦基地であったデュダキウムの守備に、 ついたが、元老院派のファルサルスでの敗戦、ポンペイウスの死を受けて、マルクス・トゥッィウス・キケロラと共にカイサル派に降伏した。紀元前47年に、カイサルから、ローマの公立図書館長に任命された。紀元前44年に、カイサルが暗殺され、マルクス・アントニウスが権力を握るとウアロは追放され、結果として、ウアロの蔵書を含む多くの資産が失われた。 アクティウムの海戦でアントニウスが廃止し、アウグストゥスが覇権をつかむと、側近のガイウスマエケナスの影響もあって、文化の保護に積極的であったアウグストゥスの庇護を受けて、研究と著作に専念することができるようになった。アウグストゥスがローマ帝国初代皇帝となった、紀元前27年に没したと伝わっている。多くの著作がある中、 ウアロの編纂した年代記は特に歴史家たちの関心を引くもので、それはウアロの時代までの毎年のローマの正確な年表を明らかにしようと試みたものである。共和制ローマの執勢感の因習的な順序に基づいて作られたが、どうしても当てはまらないところには、独裁政権や無政府状態の都市を挿入することで、その不足を補った。いくらかの誤りも明らかになったものの、 ローマのアウグストスの門に刻まれたことで大部分は広く受け入れられ、権威ある年代記となっている。門自体はすでに失われているが、ファスティカピトリヌスの名前で、年代記の大部分は現存している。農業論の写本、ウアロは多くの作品を残していて、フリードリヒビル・ヘルム・リッチェルによれば、74の作品、約620巻を記したと推測されているが、 そのうち完全な形で残っているのは農業論一つしかない。アウルス・ゲッリィウスとセリウスのアッティカの夜などの中に多くの断片が残っている。クインティリアヌスにローマ人で最も教養があると言わしめたウアロはキケロ、ダイプリニウス、ベルギリウス、コルメッタ、アウルス・ゲッリィウス、アウグスティヌス、ビィトルウィウスといった多くの古代の著作家たちによって 貴重な情報源とみなされてきた。本の中には建築学に関する本もあった。さらに現代の視点から見て、ウアロが細菌学や疫学を予知していたことも注目すべき点である。ウアロは同時代の人々に沼地や湿地帯を避けるよう警告していた。なぜならそのような場所は肉眼で見ることができない。しかし空中に浮き、口や鼻を通して体の中に入り、 重病を引き起こす、特定の微細な生き物を育てる。ヒポヤティスと呼ばれたその病気は、死を引き起こすか、肺を損傷するかした。多くのローマ人の肺は、活動を停止し、じわじわと呼吸困難に陥ることだろう。それは恐るべき死に方である。ありがとうございます。